にちは、小池隆一です。今日はカリンバの弾き方を少しやってみたいと思います。はい、一曲を、最初から全部覚えようとすると大変なので、曲を少し小分けにしてですね、少しずつのフレーズで覚えてみましょう。例えばエーデルワイスとかだと、こういうことなんですけど、まず最初これからここだけとかですね。これだけ繰り返していても、結構楽しいので、もう何十回もこればっかり繰り返す。それができるようになったら、これですね。でこれを合わせると、これをまた繰り返す。そうすると楽しく、簡単に覚えていくことができます。あまりこう最初からもう 無理なこととか、一曲全部覚えないととか、こんなのできなかったらダメだとか、自分をこう苦しめていくんじゃなくて、楽しく覚えたいので、簡単なところからやっていったらいいと思います。好きな曲ね、あると思うので、今 YouTube にいろいろ上がっているので、参考にしながら、この動画も参考になったらいいなと思います。はい、ありがとうございました。